いくら隙があったとはいえ、S 級ヒーローであるこやつを倒せる人間となると限られてくるの。うん。おそらく犯人は、この中にいる。話は前日に遡る。いいよじゃん。戦わず現場から立ち去ったもんもいるがな。そうだよ。なんで関係ねえお前らまでのんきに温泉使ってんだよ。僕はお腹が減ったから帰った。なんだだから。私一人いれば十分だったんだから。おい、お前なんで海パンなんか履いてんだ。関係ないだろ。たらく楽しめてるか、童貞。あ、うん、まあね。そうか、ならいいが。まずは今回の犯行の凶器だけど。俺のだよ。けど俺は刀を宴会場に置いていたんだ。なんだよ。アトミック侍は白だ。動機といえば思い出したよ、プリズナー。あんたがゾンビマンの横顔を怪しく見つめる姿を。なあ、いいなと思って。何が。彼とゾンビちゃんの会話にちょっと物騒なフレーズがあって、あなた本当に殴っても死なねえのかって聞いてたよな、ゾンビちゃん。ああ、確かこいつには不死身だっていう噂があるってジェノスから聞いて。まさか埼玉先生を疑おうというのか。だから論理的にいろいろな可能性を探っているだけだって。彼はあんまり素性がよくわからないところもあるし、他の組織のスパイの可能性もって。そんな顔じゃないか。ああ、もし不死身かどうかを確認するためだけであれば、それだと説明がつく。あ、先生大丈夫です。裁判では俺が弁護します。やってねえって。フラッシュさんは死体を見たまま黙り込んで、バンケンマンさんは起きてこないし、金属バットさんは。なんだよ、今朝はやけにおとなしいじゃないか。んだとてめえ、俺は朝が弱えだけだ。まあまあ。そういや、第一発見者は誰なんだよ。キングさん、あなたが。なぜ今まで黙っていたんですか。聞かれなかったからだ。倒れているのを見つけたからフロントに連絡した。それだけだ。個室についている浴槽に浸かった後、眠りに。元キングエンジンと言ったか。ねえ、いつまでやってるのよ。お、待つんじゃ、竜巻。とりあえずこれ抜いてくれ。一体誰がゾンビマンさんを襲ったんですか。その刀が宙を飛んできて俺を串刺しにしたんだ。ああ、緑色の光に包まれていた。ちょうどあんな感じで。はあ、だいたい私ゾンビマンが殺されたって死なないことだって知ってるし。もういいじゃろ。いや、ねえから。これはやっぱり竜巻ちゃんの仕業だったのか。しかし一体なんでこんなことを。けどあいつなんでまたあんなことしたんだろうな。おそらくあなたのせいです先生。苦手ってなんだよ、大人ぶりやがってよ。プライドを傷つけられたと感じた竜巻は。いやー、しかしいい湯だったな、ジェナス。はい、